ミカエル・ビジンズは、江戸時代の画家である、菱川諸信の17世紀の代表作、剣本着色。黄色の衣装を身につけた美人の女性が、ふと振り向く様子を描いたもので、世界的にも、非常に著名な肉質浮世絵である。この女性像の人気さは、諸信の美女こそ、江戸女と称されるほどであった。1948年発行、よび1991年発行の、 切手しみ週刊、1996年発行の郵便切手の歩みシリーズ第6集の各図案にそれぞれ採用されている。現在は東京国立博物館像。諸信の代表作にして彼の代名詞的一図。美人が、肉筆が、東京国立博物館像。女性は17世紀末期当時の流行であった女帯の結び方、吉屋結びと、 公職の地に聞くと桜の刺繍を施した着物を身につけている。それらを美しく見せる演出法として、歩みの途中で後方に視線を送る姿で描かれたものと考えられる。同時代で、年下の絵師、花房一丁は本作に刺激を受けたか対抗するかのように、構図等に類似点の多い一図、立美人図を描いている。文化七年の山。 東京電による箱書きがあることから、おそらく幕末には、甲塚の間で知られていた可能性が高い。また博物館に収蔵された時期も早く、60番という若い列品番号がそれを物語っている。現代の日本では、昭和23年11月29日発行の記念切手の図案に採用され、これが、 日本の記念切手の代表的かつ高価な一点となったことも本作が大衆に周知されるに少なからず影響した。ありがとうございます。